カーティス音楽院は、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィアに本部を置くアメリカ合衆国の音楽大学である。1924年に設置された。1924年に、メアリル・イーズ・カーティスボックにより、本来は、ウィーン国立音楽大学とウィーンフィルハーモニー還弦音楽団の関係に倣って、フィラデルフィア管弦弦楽団の水準を満たすような、 学団員の養成機関を目指して設立されたが、設立当初からピアノ科、オルガン科、声楽科、作曲科の学科が設けられていた。政府認可の音楽大学のほかに、非認可で独自の卒業基準を定めた修了課程も併設する音楽学校でもある。学生全員に奨学金が全額支給されるが、ピアノ科、指揮科、作曲科を除いて、 オーケストラ一組、またはオペラ団一組にあたる人数しか入学を許可されず、入学は極めて難しい。20年前は入学年齢制限を設けていたが、現在は設けていない。過去の校長は、ピアニストのヨゼフ・ホフマン、作曲家のランダル・トンプソン、バイオリニストのエフレム・ジン・バリスト、ピアニストのルドルフ・ゼルキン、オーボエ奏者のジョン・デランシーである。 1995年から2005年度までは、ゲイリー・グラフマンが校長を務め、校長退任後もピアノ科教授を勤続した。2006年度からは、フィラデルフィア管弦楽団主席ビオラ奏者のロベルト・ディアスが選任された。1933年から1938年まで、名指揮者、フリッツ・ライナーが指揮科の教授を務めた。レナード・バーンスタイン、ルーカス・フォス、 ワルター・ヘンドルはこの時に、ライナーに、指揮の指導を受けた。五十音順。ありがとうございます。